はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。トミカハイパーシリーズ、ハイパーレスキュー、ウォーカービークル01、ホワイトホープです。はい、10年の歴史があるハイパーシリーズから、ネクストステージというものが始まって、新しいタイプのおもちゃが出ました。これまでハイパーシリーズっていうと、様々なタイプの形のものとか、 2体合体してロボットになるとかいろんなものがあったんですけど今回は単体でビークルから人型のロボットモードに変形することができてさらに胸のパーツにトミカの車が入ってるっていう見るからに面白そうなおもちゃですねそして同時発売でサポートビークルも出て01と組み合わせることでタイプチェンジすることもできます 定価は4000円で今回は3200円で買いました外箱をぐるっと見回すとこのような感じ今後も追加のサポートビークルが出るみたいですね後ろはサンプル画像とストーリー説明も載ってますではレビューしていきますではテープを切って中身を確認します そうすると、おブリスターにこのように蓋もなくドンと入ってて、中にはホワイトホープの各パーツプラスシールも少しついてます。店頭でキャンペーンもやってて、今対象商品を買うと、この付属のインジェクトガンの限定カラーがもらえるそうです。で、これがカラーが4色ぐらいあったんですが、中は選べないみたいで、何が今回入ってるんでしょうか できれば赤、青が欲しい。あと黒とか緑だったかないきますせーのドンおーやったブルーのインジェクトガン。しかもクリアパーツですから、標準のやつとは、また見た目が全然違いますね。やった他には、簡単な説明書というか、キャンペーンの説明書が書いてあります。対象の動きを5秒間の間、完全に止めることができる。なんという万能武器。 はい、5分ほどでシールも貼り終わりました。パーツがバラバラの状態で入ってますから、まずは各パーツを組み合いましょう。これが胴体の真ん中になりますから、足を前に持ってきて、4つのジョイントパーツを使って、手足をはめていきます。右足を刺して、左足。そして腕のパーツは、 パトランプ部分にジョイントのロックボタンがありますからボタンを押してロックを解除しつつここにはめます。奥まで行ったら離してロック。これで OK ですね。外すときはここを押して引っ張れば取れます。かなりしっかりとはまりますね。そして反対側も同じようにロックボタンを押して関節ジョイントに刺しつつ奥まで行ったら離します。 これで基本の組み上げは終わりで、インジェクトガンはステーもついてますから、押し込めばここにはめることもできますし、パーツの後ろ側にマウントすることも OK。この辺にジョイントパーツがありますね。こことかここ。ビークルのホープバイパーはガヤルドのような形でぐるっと見回すと、このような感じ。正面、上側、下側で、 通常のトミカシリーズと違って、ダイキャストが使われてませんから、めちゃくちゃ軽いですし、横幅とかも若干大きめですね。タイヤの四輪がコロ走行できるのと、それ以外はサスペンションギミックとか、ドアの開閉とか、ガラス部分のクリアパーツ使いとか、そういうものは完全に省略されております。そして、この中にロボ用の顔が収納されてますから、爪を引っ掛けてあげると、パカッと、 出てきますね。押せば戻りますではまずはビークル状態のカーフォームに変形しましょう関節のこの部分を後ろに曲げて二の腕を収納して拳も収納してここの溝にはめます反対側も同じようにジョイントを曲げて二の腕を収納して拳も収納してここの 溝にセット。腰の部分にロックが入ってますから、引っ張ってロックを外して、パーツをマックスまで曲げます。そして、ここからこのように、腿部分のこのジョイントと、ここの出っ張りをはめ込んでロック。反対側も同じように回転して、ここでロックして、膝を曲げるような感じ。 一番後ろに爪パーツがありますから、ここをはめて、片パーツの裏側部分にもジョイントがありますから、これも両方ともロック。あとは武器のステーをここのジョイントに上からはめて、ここに合わせてセット。これでホワイトホープ本体のカーフォームへの変形が終わりましたので、最後はホープバイパーの裏側のこのジョイントを使って、ここに上から差し込んでロック。 完成ホワイトホープカーフォームです。おーなかなかロボ的なメカメカしさを残しつつ、四輪のビークルの形になりましたね。はい、ぐるっと見回すと、このような感じ。後ろ側、斜め、横、そして正面。かっこいいまさに戦うレスキュー。 上から見るとこんな感じで、車の形というより、簡単な要塞っぽいですね。裏から見るとこうで、近づいて細かく見ましょう。肉抜き的なものもほとんど気になりませんし、この状態になると結構重量もあって、ずシッとしますね。最近のライダーデラックスビークルと比べるとこうですね。 四輪とも回りますから、この状態で殺そうこうも無理なくいけます。車の部分は引っ張れば取れますが、別のトミカシリーズをはめることはできませんね。ここのジョイントが引っかかっちゃいます。では、戻して、次は人型のロボット状態のウォーカービークルに変形。 まずは武器パーツをステーごと取り外してロックを外していきます。で、腰をまずは前に出しつつ足も伸ばしてここでロック。両足をまっすぐにしたら膝パーツを前に出してつま先も引き出します。両方とも引き出して両腕を引っ張ます。 引っ張っ張てて二の腕も展開しし中から拳パーツを出します反対側も同じように二の腕を引っ張って出して拳パーツを内側から展開。あとは後ろ側のこのジョイントを使って武器パーツのステーをはめてインジェクトガンをセット。最後はホープバイパーのパートランプ部分に爪を引っ掛けて顔を展開。 完成ホワイトホープ、ウォーカービークルです。おー結構簡単にロボット状態に変形しましたけど、そこはかとなくトランスフォーマーっぽい。<laughs> でもそれが非常にかっこいい。はい、ぐるっと見回すと、このような感じで、スマート目じゃなくて、割と全体的に5つ目。 足腰も結構肉付きが良くって、さすがレスキューロボですから、任せて安心って感じですね。近づいてみると、このような感じ。顔のパーツは、ホープバイパーに依存してますから、これを取っちゃえば、だいぶ寂しいロボになっちゃいますけど、下半身細めのフィギュアとかだったら、このまま乗せることも、できますね。<laughs> もうちょい小さめのフィギュアだと、サイズバッチリっぽいですね。 一応下半身はいい感じにハマってます。前後もそこまで高くありませんから、アーツとか重央ティングと比べるとこうですね。可動箇所は腕がぐるっとクリックで回転して、変形の関係で水平方向にも動きますし、二の腕回転はありませんね。肘関節も変形の関係で動きますし、手首は固定。 腰も固定ですが、下半身は根元からこのように水平方向にある程度動きますし、もも回転と膝、足首の付け根部分はボールジョイントになってますから、ある程度フレキシブルに動くんですけど、キックポーズ的なものもなんとか無理やり、こんな感じでできますけど、顔の可動がありませんから、 向きは正面のみですね。後ろがクリアパーツになってますから、修行ギミックがあるのかなと思いきや、目の部分に塗装が入ってますので、修行ギミックはないようです。そして後ろに武器がありますので、引っ張って取って手首に持たせることで、武装することもできます。いろんな角度から見ると、こうですね。後ろからの見た目なんかも骨太でいいですね。 そして今回キャンペーンの限定カラーバージョンをもらいましたのでこれを持たせることでまたちょっと雰囲気を変えることができますここが稼働しそうな感じですがパーツ固定で特に引っ張ったりとかもできませんね左手にも持つことができますのでフル武装で戦う気満々のハイパーレスキューにすることもできますではまたカーフォームに戻しましょう武器を取って ジョイントも外して顔を収納肩パーツを後ろに下げて手首を収納しつつここの溝にセットして下半身のロックを外してももパーツを下げつつ膝を目いっぱい上げてロック反対側も同じように 膝を曲げてロックして、つま先のパーツを両方とも収納。爪で描くパーツをはめつつ、ステーをジョイントにはめて、はい、あっという間にカーフォームに変形しました。慣れるまでもなく、ほぼ感覚でいきますね。 はい。ということで、トミカ・ハイパーシリーズ、ハイパーレスキュー、ホワイトホープを紹介しました。一応は、ホープバイパーとホワイトホープで、別々で遊ぶことができますし、変形も基本的には簡単ですから、遊びやすくてよかったですね。では、次の動画では、ホワイトホープと合体する、レスキューヘリコプターをレビューします。以上、トミカ・ハイパーシリーズ、ネクストステージ、ウォーカービークル01、ホワイトホープの紹介でした。